2014年に限定で再販売されたトヨタの A 社ランクル70が満を持してこの2023年11月29日に再販の運びとなった。今回トヨタのランクル公式チャンネルから新型ランクル70でキャンプしてみないとお声掛けいただいて大喜びするジムニーノイの親父がそこにいたわけで、ランクルですよ、ランクル、世界のランクルだよ、しかもね70じゃないですか。で、僕は昔からランクル買うなら絶対70一択だったのと、まあ、しかもね今回の70は、まあ、個人的にデザインスペックともねドンピシャというか、その70と日本でね最速でキャンプできるなんてね、もう興奮しすぎてね髪の毛がちょっと生えてきましたよね。でランクルチャンネルはですね、まあ、ランクルの素晴らしさを知る上でも面白いんですけど、まあ、かなり中身の濃い動画が多くてですね、で個人的に好きな動画がランクルの歴史とか、あと働くランクルシリーズとか、まあ、なんといっても圧巻なのは野外で放出されたランクル40のレストア総集編の動画が素晴らしいんですよ。でもランクルに興味がない方でも車をいじる上でとてもね勉強になる動画ですのでね、マジで見てほしいですね。あとトロサーモン村田さんのキャンプ道具紹介動画がね割とギアが被ってたり、まあ、考え方に共感できたりとか、うん、面白いですね、やっぱ絵になるね70は。いい、もう10歳若かったら間違いないこっちでしたね。ねえ、もう10年20年30年ね、もう死ぬまで乗れる車なんじゃねえかなと。やっぱいいわ、本当によくできた車だなと思いますよ。で僕はだからもう今ジムニーですけど、見るとねこれ今回のキャンプのテーマはランクル70再販を記念し、70にちなんでタフで長く使ってきたギアとともに再販チャーハンを作るというキャンプにしたかったような。腰に来る、ここがこう抜ける感じだからこっち向きにしようかなと思って、抜けてるから、よし。最近は割とこう大きめのテントが主流になっちゃってるけど、僕はもうねテントはね寝れればいいっていう、だからコット置いてもうストーブ置くだけみたいな。なるべく僕キャンプは外で過ごしたいので、どんなに寒くてもちょうどいいんですよね、サイズ感。春だね短いのでいいね。5分でかい。寝室完成。あ、もうほぼ9割方終わりかな。ご飯炊かなきゃ。そうそう、今日チャーハンだからまずご飯ないと先にそっちだね。でご飯炊いてる間に細かい準備をするということで、今でこそさいっぱいあるけどさ、こういうコーヒーミルってこれしかなかったよねってぐらい、もうだいぶもう10年ぐらい使ってんだけど、今はさいっぱい選択肢あるからいいけど、基本的にほらデザインが違うだけで豆を挽くのに、まあ例えば中がセラミックとかね、いろいろ材質が違ったりするんだけども、まあ、僕は別にもうこれで十分かなと思ってもうずっと使ってますよね。あー、いい香りだ。これ僕の行きつけの長野市にあるコーヒー問屋ってところの豆なんですけど、昨日焼いたやつだよね、1日寝かせて。やっぱいいね、この1日2日目が一番香りが立つというかね。やばい、うちの庭で採れた採れたとかないの、庭の木を伐採したやつです。
飯が俺を呼んでいい。チャーハンはねスピードなんですよ。冷たいご飯を入れて炒めると冷たいご飯に火が通る前一瞬だから熱が落ちるんですよ。だからその分長時間煽らなきゃいけないので、卵をチャーハンの場合は卵に火が通りすぎて卵が美味しくなくなっちゃうんですよ。だからできれば1分以内で仕留める感じ。一回冷めてそれをまたちょっと温めた状態でやるのが最強のチャーハンができちゃうっていう。で自分でハードル上げるっていう。自家製チャーシュー、バラ肉で、決め手はねこの油なんですよ。ちょっと汚いんですけど、チャーシューをボイルした時に出たラードね。よし、チャーシュー OK。 チャーハン用に最適化された硬さの、ご飯ができておきます。ファイヤーバックスで、なんかチャーハンは準備で決まるから。じゃあやります。で結構皆さん油少ないんですよ。あっちこれ熱いな。ちょっと軍手で申し訳ないけど油気持ち多めの方がいいんですよ。これぐらいね。ほら風向き変わっちゃったから音がしなくなったね。先入れた時の火力が弱すぎてちょっとジャッとしちゃったね。オッケー。あっしゃっやべっす。熱いっしょ。いただきます。味の違いをどうすか。マジ熱い。ほら手が赤いでしょ。で上から下ろすショットはできればこの真上、そう近づいて高く、できれば垂直に降りてくる感じ、カメラが、そう体を引くといい、多少揺れてもいいんで手ぶれ全然効いてるから。あ、いいっすね。はい、本日はですね再販売されたランクル70新型ね、特にねこのいわゆるボンネットの厚みがねすごいこう存在感というか感じさせるデザイン変更ですね。僕ねこの70好きなんですよ、このリアが。まあ前もここはダミーでしたけど、多分この辺もカスタムできるんじゃないかな。こうワクワクするというか、本格オフロードカーはやっぱりねこれですよ。これは250にはない仕様ですよね。このスペアタイヤがね必ずここにつくっていうのは、ね、デザイン的にねマストだなと。一瞬僕見た時はすごいでかいなと思ったんですけど、これで190ないんですよね、幅が。それがちょっと信じられないというか、雰囲気というかちょっと絵的にもうちょっと頭こっち向けたらいいかな。もうちょっとずらしちゃおう。いいね。この感じ。じゃあ乗ってみましょうか。ね、これ中開けるとね、どうなってるかね。発泡スチロールアーティストの方
がね、8月のワールドプレミアでご覧になられて、これを作られたと。原寸大1対1のレプリカでございます。発泡スチロールです。本当に見てください、これライトね、ちゃんと光ってる。もう本当よくできてるよねこれね。いやちょっと久しぶりにこう、僕ももうある程度ね、年を取って山に移り住んで全然物欲なかったんですけど、やばいなっていうモードになってますよね。ただマニュアルが欲しいんですよ、うん。継続的に販売されるらしいので、あとショートタイプとかね、期待したいところではありますけど、はい、やっぱマニュアルの方が、うん、いいんですよね。来年発売予定のランクル250は300同様間違いなく大ヒットすると思いますよ。けどね、売れてる車イコールいい車とは限りませんからね。モテる男はいい男とは限らない、ね、再生数が多い YouTube 動画が必ずしもいい動画ではない。すいません、これは価値観のお話なんで、主観たっぷりで、ね、お話ししますけど、同じランクルといってもですね、70は別格ですよ、うん。まあ、乗り心地はお世辞にもいいとは言えないし、普通の街乗り感覚の視点で言えばね、いろいろ面倒な車だと思いますよ。ただね、どんな季節にどこに行っても、仮に途中事故って大きく損傷したとしても修理して帰ってくれるように極力リスクヘッジされた仕様なんですよね。ランクル誕生から70年経った今でも、そのランクルスピリッツだったりとかアイデンティティを、ね、貫いている唯一のモデルがね、70ですから、うん。まあ、それが価値であり、それ以上でもそれ以下でもない70の全てなんですよ。でね、トヨタの方に伺ったんですけど、変えてはいけないところは変えられない、世界が必要としている以上。だからこそ今後も作り続けなければいけないし、これを作り続けることはある意味使命みたいなものなんです。かっこいいでしょ、70。かっこよすぎでしょ。70こそが日本の誇りですよ、うん。時代は電気自動車だのね、自動運転だのと、まあ、業界ではね、まあ、環境問題、テクノロジーに寄せたね、動きが加速してますけど、まあ、当然自分もね、ハイテクなのは大好きだし、大賛成だし、まあ、どういう未来が来るかはね、ワクワクしますけど、それはそれ。けどね、その逆光とまではいかなくても、なくてはならない頼もしい存在であることにね、ロマンを感じますよ。だから70を好まれる方はね、いわゆる男臭い人が多いんだと思いますよ。誰が何と言おうと70だよっていう、車の在り方だったり本質にね、とことんこだわる頑固でわがままな男がね、乗るイメージっていうんでしょうかね。で、今僕ジムニーシエラじゃないですか。で、僕の周りでは、ジムニー5ドアが出たら買うっていう人が多いんですけど、だから、ね、個人的にはね、ジムニーの魅力はね、5ドアじゃ半減するよねって思ってて、ランクル70のショートタイプのマニュアル車が出たら、まあ、金額がいくらだろうが、購入方法に制限があろうが、もう人生最後の車として絶対に買っちゃいます、うん。ランクルにフルベッドですよ。とはいえ人気すぎて、ね、なかなか買えないんですけど、いや気長に待ちますよ。いやいくらでも待てますよ。ジムニーもね、面白い車だから、まあ、ジムニーに乗りながら理想のランクルが発売されたら買い増しで買います。買い替えではなくて。そうね、ランクルは大事に乗っておじいちゃんになって免許を返納する時が来たら息子に託したいからですよ。対してジムニーは一生遊べるおもちゃとしての車、まあ、僕の中ではそんな立ち位置なんですよね。ランクルの面白さ、素晴らしさはね、このランクルチャンネルをぜひねご覧いただければと思います。ランクル好きでなくても僕のようなねジムニーユーザーでね、まあためになる、楽しめるねコンテンツが豊富ですから。あとね、世に出回ってる SUV のほとんどがなんちゃって 4WD じゃないですか、まあ、そこからランクル70だったりジムニーのような、ね、本格 4WD 仕様のマーケットをねどんどん拡大していくと思いますね。本物志向というかね、オフロードカーの、まあ、本質に気づき始めてる人が増えまして、物を消費する時代からコト消費に移り変わって、もう今では陶器消費とかね、あと意味消費とかエモ消費とかっていう言葉が生まれてきてるほど、まあ、特に若い世代のね、まあ、車を含めた、まあ、物に対する向き合い方が大きく変わっている中、まあ、この70のようなね、まあ、存在意義がしっかりとあって、なんかいいよねっていうエモーショナルな感覚を刺激するものだけがね生き残っていくような気がするのと、車でも物でもね、価格軸だったり機能軸だったり、あとはデザイン軸だけで選ぶ物選びではなくて、もうそこはいい加減卒業して、人もそして車との出会いもご縁だと思う。これがすっかりランクの魅力を再認識し、親父の次の車が70に確定したきっかけとなった2023年冬のランクル70再々犯にまつわる出来事だった。